日の朝少し私はジョギングをしました。そしたらいろんな人が私が日本人というかポーランド人でないことに気づいて声をかけてくださる方もいて、とても温かくて優しくて大好きになりました。会場がすごく盛り上がって一体感が出て楽しめたので、その雰囲気もすごく良かったです。クラシカルで伝統あるワルシャーフィルハーモニーで現代音楽で盛り上がるっていうのがすごく新しい一面を見られた気がしました。今回こうやってポーランドの文化に触れて、ポーランドの人々に触れて、食に触れて、今まで想像しなかったポーランドというのを見れて、それをエクスポを通して、自分たちの、なんていうんですかね、日本の人々にも伝えられるかなと、伝えたいなと思いました。自分の言葉で伝えられるかなと思いましたし。